こんにちは、リエです。今年初めての多肉狩りをしました。一つ二つの多肉購入はありましたが、こんなに多数買ったのは久しぶりです。今回はこれらの多肉たちをご紹介します。最後までお付き合いよろしくお願いします。まず一つ目はバニラシフォンです。ずっと欲しかったんですよね。なかなか巡り会えなくて、やっとお迎えすることができました。小カブのバニラ色が可愛いです。大切に育てていきたいと思います。次はムーンガドニス。初めて聞く名前です。調べてみるとこんなにたくさん別名がありました。花うららと聖夜の交配種だそうです。葉の赤い縁取りが花うららにで、薄緑色の葉が聖夜でしょうか。次はロンギシマベルバラ。これも葉の縁が赤い多肉です。調べてみるとこの赤い範囲に個体差があるようでした。下の枯れ葉を取ってお一人様管理します。次は碧魚蓮。お魚が口を開けた様子に似ています。インスタなどで育てられている方も多くいらっしゃるようです。見た感じがレーマニーとそっくりなんですが、レーマニーは子立ちして成長していきます。碧魚蓮は垂れるように成長するようです。うまく育てられるといいのですが、長い部分をカットして増やしたいと思います。次はヒアリウム。ヒアリナと千代田の松の交配種だそうです。パキフィツムとは相性がいいので選びました。次はラウリンゼ。ラウィーとリンゼアナの交配種だそうです。持ってないのですが、ラウィーは可愛いなと思っていたので、その交配種のラウリンゼを迎えることができて嬉しいです。
小株がついている子を選んできました。この小株は外さず、親元で成長してもらおうと思います。次はエメラルドリップ。瀬戸さと乙女との交配種だそうです。群生している写真をよく見るので楽しみです。ここからは名前不明の多肉さんです。トップシータービーとかスレンダー系でしょうか。見た目で強そうだと思い選びました。うちに来ると歯が長く成長することが多いです。歯が短くこの可愛い状態を保てるかが課題です。こちらは歯が扇形。誰に似ているでしょうか。うちの環境で成長していけばもしかしたらわかるかもしれません。これはもうおぼろ月とか白氷とかの系ですよね。少し赤みがさした歯の色で選びました。これは歯が肉厚ではなく薄いです。歯の縁は赤く少し透けているような感じ。パッと見青エニウム系にも見えます。歯が薄いということはお水好きかな。成長が楽しみです。これもこの時期に赤っぽい歯の色に惹かれて購入しましたが、もしかしたらレズリーかもしれません。以上が今回お迎えした多肉たちです。広く自然光が差す明るい販売店だったので、この後直射の当たらない明るい日陰でしばらく環境に慣れてもらってから植え替えをしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらグッドボタンを、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。